はい、どうもみなさん、こんにちは。いてるさかぶです。気づき。つまりです。未解決事件は終わらさないといけないから。よいしはーい。ょ終わらさないといけないから、何なんでー。しょうからね。なんなんですかね。はい。からで終わりこなのれかな。を確っかていめうていくタと。イトルはのい。ゲームですね。はい。なるほどね。はい。なんかあんまり情報は入れないようにしてるんですけど、すごく面白かったと、聞いております。あ、はい。謎解き的な謎解きなのかな、これは。まあ謎解き、まあミステリーの色が、まあすごく強いとは聞いてるんだけど、なんかそのアイディア一つでめちゃくちゃ面白くなってるっていう話を聞いたので、なんかそういう部分もちょっと気にしつつ遊べたらなと思っなてるまほす。どね。じゃあ行きます。多分このハッシュタグをクリックすると始まるんだろうなという気だけしてま確す。かに。女の子が、ああ、ああ、消えた。ああ、お、あ、来はました。あ、え。ちなみに女の子消えました。ね、いなくなっちゃっ消えたたね。ね。これは事件の予感が。失踪事件なのか。え？始めるがありますね。はい。はい。じゃあ、始めよう。始めていきますね。はい。どんな感じなんだろう。私はクラゲです。クラゲえ、ちゃちんょ、ね。振り返ってみると、おお。波に揺られて方向も定まらないまま、70年余りの歳月を漂っただけ。クラゲちゃんだと思ったらガチクラゲだったわ。ガチクえ、ラゲ。超巨大クラゲだよ、これ。なんか。出会った人みんなにむやみに毒の針を刺してばかりでした。クラゲしすぎだろ。見えてますか？私が抱きしめようとした人たちに傷だけが残った。山嵐のジレンマみたいああ。な。私のいる場所には廃墟しかありません。私はこの世に浮かぶ一匹のクラゲに過ぎないのです。危ね、噛みかけた。かつて警察官という職業に就いた。そのきっかけすら全く思い出せません。ええ。ほら、子供を失って悲しむ。あの家族を見てください。私はたった一度でも、あの血のような涙を拭いてあげたことがあったのでしょうか。警察署は、悲しみと苦しみが作り上げた空間。そうなの？なんか、なぜ私はとわざわざそこに入ったのでしょうか。退職警官のはって。はい。独白みたいなやつですかね。どうして人々に嘘をついて、慰めと希望を与えられるふりをしたのでしょう。多分、ただの利己心だったので。張り付くところを必要としていただけでした。ああ。もう止めなければ、やめなければ、どっちですかね。もうやめなければ。この後悔だけが残った漂流を終わらせた方がいい。これで私は初めて世のためになる決断をします。皆様、今まで申し訳ありませんでした。どうか。おおっと、あそこで。意味深。クラゲパートが終わって。おばあちゃん。おばあさん。おばあさん、おばあさん。日与崎あおさん。お。書き換わった。本当だ。いいね。どちら様でしょフォレ？う。亡霊、あのフォレだ子との思わなことかっを覚たえけてまど。せんか？あ、これだから主人公なんじゃないの？そう、さっきのクラゲ？なんて読んだなこんれ。て読むんだろうね。これなんて読金む木犀んの、だ。金木犀のなんか。のパーツだよね。聖火の亡霊。どちら様でしょう。あの子のこと覚えてませんか。聖火です。宮城聖火。宮城聖火。聖火。聖火ちゃん、行方不明事件の子です。え？行どう方いう不明のはずが、なぜか音によって警察官に会っていると。こと？そう。はい、おばあちゃん。そうです。あなたが見つけてくれたあの子、どう成ああ、長しなたるのほど。か知ってなまるすか？ほどね。聖火の家族が取り戻した日常が、あなたには廃墟にしか見えないんですか？廃墟。ん？まあまこっちがクラゲだったってこと？まあまあ、一回置いとくあまあ。はい。か。医師が言うには、私の頭の中はまるで作品のない古い図書館のようだと。おじいちゃんっぽいな。すみませんが、私にはあなたが誰なのか全くわかりません。その警察の制服を見ると、聖火ちゃんの亡霊ではなさそうですが、忘れた罪をまた暴こうとするあなたは、私を裁きに来た審判者ですね。え？おいおい、都合がいいな。なんだ。裁くというより教えてあげたかったんでこれす。信用できないぞ、このゲーム内の表記も。いや、そうそういうね、感じ本当にね。そう、本当に信用そう。のならないゲーム。あなたがどんな人生を送ってきたのか。審判者さん、審判者さん、ご存知でしょう。おばあちゃん、噛まな審いで。判者ってなかなか言わないよ審ね。判者さん。審審判判者者。さん、噛
噛むわ、これは。新春シャンソンショーぐらい言いにくい。私は聖火ちゃんを見つけてあげられませんでした。お、大事そうだな。聖火ちゃんの父親、宮城哲郎さんの望み通り、あの事件は、未解決事件として残っています。望み通りって何？ちょっとね、まあ、なんかわからないね。闇深くね。私は見つけた、ね、でもさ、見つけてあげたって言ったじゃん。見つけてくれたあの女の子がって、うん、この審判者側は言ってたけど、見つけてあげられませんでしたって言ってて、ね、もうこの人で食い違ってる。確かに。聖火ちゃんが母親の前から姿を消して、はい。うん、あら、え、急に？急に。え？お？あ、これ、チャプター的なね。あなんかこういう。お、哲郎。あ、なんか会話を見て進めていくんだね。お父さん、それはできません。未解決事件だなんて。これが父親ね。うん。聖火の失踪届は公式に受理されたんですよね。つまり娘が行方不明児童としてシステムに登録されているんです。んだねえ、そんなことあるか。ここ動かせる。ちょっと動かせるならいいんです。それで刑事さん、お願いします。これ以上娘を探さないでください。どういうことだこれ。なんかから守ろうとしてみたいなね。そう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 、ね、ないものとした方が実は安全に育てられるみたいなとか、成長できるみたいな、ね。娘が今どこにいるか、もう聞かないでほしいんです。あとはこの人がやっちゃってる。やっちゃってる。どこか聖火の母親が絶対に見つけ出せないところで。と？だから、そういうことだね。母親から隠そうとしたとわかんないですけどね。まだわかんない。結論が黒幕かもしれない。いや、わかんない。全部疑っていこう。そう娘がただ生きていられるようにしていただけませんか？娘はいつものように公園で遊んでいて、どこかへ消えたんです。ただそれだけ。目撃者も容疑者もいない完璧な行方不明じゃないですか。だから、これから永久に未解決事件のままにしておいてください。土下座でも何でもします。なんか今、選べたぞ。あのように記憶してるんですね。あのようにっていうのは今の。あ、だからこの人がもともと警察だ。やっぱクラゲはこっちだ。こっちがクラゲっぽい ね。これがだからこのお父さんと会話してたのが多分そう清崎は青だと思うね。清崎さんか、わかんない、なんて読むんだろうね。失踪家の課長として退職前に担当した最後の事件でした。宮城哲郎さんがああ言ってくれた時、安堵した私の顔を見てください。見てやろうじゃないの。あの人は知っていました。私には事件を簡単に終わらせるための言い訳が必要だったということ。形だけ拒否しましたが、私の卑怯さは押し込んでもすぐはみ出そうとしていたのです。解決できそうになかったからだったかな。あえてまあ解決できそうなかったから、父親からのそういうなんだろう要求に対して表では警察としてそんなって言いつつ、どこかこう安堵してた。まあね、うん、おばあちゃん、歴史とは不完全な記憶が文書の不備と出会うところに生まれる確信だと言います。ちょっと難しいな。どういう意味ですか？あなたは全然分かってないって意味です。なんだと。パンチライン。審判者。セガちゃん行方不明事件の最初と最後を思い出せますか？その両端をつないだ線の上に糸を編めるように私が手伝ってあげましょう。一見すると、さっき父親が話してたみたいな、かくまうための行方不明事件だったのが、実は本当の事件だった可能性があったりなかったり。なるほどね。うん。今すごいコロコロされてるな。手のにらで。ですから最初は聖火ちゃんの母親が私に電話して通報。そうです、覚えてます。聖火ちゃんが公園からいなくなったと。おでこの話が始まるの、はい、さっき一瞬さコメントが選択できた。あほらほらほら、本当だ。選択したらどうなのこれ。これいずれなんか選択することになるんじゃない。なりそうだね。ちょっと待ってください、落ち着いてゆっくり話していただけませんか。どちら様ですって。まだそんな老けてないんじゃない。わかんない。今ブレたわ。刑事さん、清崎刑事さんですね。私のこと覚えてますか。あの時聖火ちゃんに会いに来てくださったじゃないですか。私が呼び鈴を鳴らさないでくださいと。覚えてますよね。刑事さんどうしましょう。早く来てください刑事さん。娘がいなくなりました公園で。
でもさ、なんか母親がさ、自分の娘聖火ちゃんって呼ぶのちょっと違和感ない、なんかその、ちょっとね。こっちはさ、ほら、娘が。まあまあ、確か、ああ、だから。ママ母の呼び方というか。鋭いですね。最後に聖火ちゃんが公園にいるのを確認したのはいつでしたか ?3 時33分でした。間違いありません。聖火ちゃんがいなくなってから、もう3時間近く経ってますよ、刑事さん。7歳の女の子が一人歩きで行けそうなところはもう全部探してみました。もうどうしたらいいか。悪い想像で頭がいっぱいになってずっと振り払おうとしてますが。おえ元英語教師だよ。ねお最初と最後の瞬間ってことね、事件の。はい、うん、自首します。私がやりました。女の子が行方不明になったんですよ。公園で3日前に。私が一緒にいました。その子を誘拐したんです。本当に申し訳ありません。重い罪を犯しました。お金が必要であんなことを。申し訳ございませんでした。すべてあなたの責任ですって、それはどういう意味ですか？刑事さん、本当のことをお話しします。死んだんです。あの子は、とっくに死にました。もうこの世にいないんです。うん、おう、おかしいな、でも。でも見つけたって言ってて、その後の人生もあるって言ったよね。後ろのやつは多分当時のさ会話を多分引っ張ってきてるじゃない、はいはい、これは多分メインはこの審判者とこのクラゲさんとのやり取りだと思うんだけど、はい、そのバックボーンでこう喋ってく中で、もう俺らにも情報が公開されていくわけだけども、まあ、最初に言ってたように多分後ろのタイムラインもあんま信用しちゃいけないのかなって思ったりするよね。一旦今この2つがこの審判者が言ってた事件の最初と最後のシーンっていうことなのか、それも信用できないか。まあ、まあ、可能性はありえるね。はい、審判者さん、これで全部です。私の記憶にあるあの事件のことは、ああ今記憶を見せてもらったってこと。なるほど。ようやくわかりました。あなたがあの世との境目まで来て最初と最後を見つけろと命じた理由が、あなたは時間と空間の門番なのですね。名前変わっちゃう。あ、変わるぞ。ああ、ヤムス。私はすっかり忘れていました。もしかしたらくだらない罪悪感に追われ記憶を消そうとしたのかもしれません。聖火ちゃんを連れ去った人が後で自首しても知らないふりをした記憶と、あの子がもう死んだことを知りながら最後まで真実から目を背けたこともすみません。死んだのは事実だったってこと？うん、でもね、だから、まあ、一個仮説を立てると、時系列としてはお父さんの話は多分この間に入ってきて、娘が行方不明になったままでいいんですって言って、まあね、解決できそうなかったからそうしたんだけど、その後に真犯人らしき人物が出てきて死んじゃいましたって言って、その要は父親の言ってた話と最後自首してきた犯人のところで折り合いがつかなくなって、未解決事件でいいって父親が言って、警察側としてはまあなんかその裏の何か裏のある未解決事件っていう処理で、まあある種平和に終わってたはずだったんだけど、実はまあ死んでましたって言われちゃった、ね、実は死んでまして本当に未解決事件になっちゃったってこと。まあ未解でもそれが解決しちゃってるから未解決事件にしたんじゃない？本当は犯人出てきたけど、それはなんかもう消して。でも結局なんで父親がそういうことを言ったのかは、まあそれは分かんない。未解決の部分でね、うん。この罪深い老人に救いを与えないでください。おばあちゃん。めっちゃおばあちゃん。怖がることはありません。私はどう呼んでも構いませんけど、まだ目を閉じようとしないでください。やっぱこれまださ、ヤヌスじゃないよね。うん、これがさ、リアル人間の可能性あるからね、全然まだ。全然聖火でしょ、これ。全然聖火の可能性あると思うけど、まあ、おばあちゃん。でも聖火死んだって言われてるけどね。それはどうなんでしょう。それも嘘ついてるかもしれない、この英語教師が。地獄も煉獄もあなたの居場所じゃありませんから。聖火ちゃんがいなくなったのは公園でしたよね。そうですね。まずその場所の記憶から思い出していませんか？確かにもっと多くの欠片が広がって見えますけど。採血を重ねた傷跡のようにかすかです。記憶のかけらが思い浮かんだら、そのうちの一つをつなぐ線を引いてみましょう。記憶のつながりを作るんです。ああ、なるほど、これが俺がやらないといけないことか。なるほどね。なんか作業があるのこれは。
多分つないでいくんじゃない。色あせて薄くなったシミも流れる水にさらされるとまた色づいて広がりますから。なんかやんのかこれ。公園がなんか公園が揺れてるな。公園を押すと、おお、いいぞ。あ、公園のタグがついた。ああ、見れるのか。あれがいっぱい出てくるのか。まあ、上から見ていくか。これがつながって。これ急に始まるのこれ。何か分かんないんだよな、これ。かみません。聞き直しますよ。ありません、はい。同じでした。これお母さんこれ。あの緑の傘絶対使います。ありません。同じでした。平日は幼稚園に、週末は主に家族みんなで公園に、団地の敷地内に公園が2カ所ありまして、交互に行きます。私が一緒に行くときもありますが、車椅子で近づきにくい公園に行くときは、めぐみさん一人で子供たちを連れて行くんです。めぐみさん、おい誰だよめぐみさん。バーなんかあれじゃない？なんかこれお母さんは車椅子なの？ってことなの？だよね。めぐみさん、でもこれ右のさ写真はさ。あ、確かに。じゃこれがめぐみさんなんじゃないの？そういうことか。めぐみさん。いやだからね、俺聖火ともう一人兄弟がいるんじゃないかってちょっと思ったんだよね。この傘持ってるやつ何？お兄ちゃんっぽい。だからそう兄弟なんじゃない？ああ。家族みんなで公園に、うん。そういえば最近ずっと同じ公園に行っていた気がします。今日めぐみさんが同じところに行きます。子供たちが行きたがるそうで。違う公園に行ってたらこんなことは起きなかったかも。長歳って。小一じゃね。帰りに団地の前にある文房具店に寄ってくることもよくあります。アポロンと言います。アポロンと言います。その店の飴が好きなんです、はい、娘が。はい。はい。公園いっぱいあるじゃん、これ、ハッシュタグ。これ、そっちの公園をしたらどうなの？こうしみ。同じこと？同じこと。まあでも、あ、関連してんのかな？これ、この公園とかだと思う。でもさ、なんでさ、この公園、上、これとつながったんだろうね。とりあえず開けば、これはこっちとつながるらしい。あ、そういうことか。じゃあ聞いてるだけでもいいよ。一人でじっくり戻してみることができるんじゃないかな。あの時、普段は見かけない人が、あたりにいなかった？公園で一緒にいたって聞いたから。やっぱ兄弟じゃない？子供に聞いてるよね。お母さんとせっかちゃん、それから翔太くんも一緒に。翔太くん。お兄ちゃんですね。多分お兄ちゃんか。お兄ちゃんっぽい。さっきの緑の傘持ってたお兄ちゃん。うんうん、そうそうそう。めぐみさんが謎だよ。喋らないね。No. そうだよ。みんなと一緒にいたよ。終わった。終わった。これさ、あの日はめぐみさんが行くって言ってたんでしょ？うん。同じ公園に行きますって。今日もめぐみさんが同じところに行きますって。で、しかも、これ車椅子で近づきにくい。一人で連れてくわけでしょ？で、めぐみさんと言ってた可能性が高いのに、お母さんと一緒にいたってこう意味が分かんなくない？確かに。まあでもこの今日いつの、まあこれも時系列分かんないよな。だってこれ分かんないけど、めぐみさんと言ったんじゃないのこれ。さっきのさ、写真はだってさ、ほら、車椅子に乗ってないってことは、翔太と聖火とめぐみさんで言ってるわけでしょ？そうだね。でもなんかそれを今翔太は隠してるわけじゃん。お母さんと言った。みんなと一緒にいたよ。あの時、まあ、ぼかしてて。まだちょっとね、分からないですね。はい。じゃあ、これね。このつながり先と元の関係は何かね、何があるんだろう。父親との会話から。そういうこと。ああ、公園だけで今見てるってことか、そうとかけて。聖火ちゃんを迎えに行ったとき、周りにあまり見たことない人がいたとか、特に記憶に残ってることありませんか？うちの娘が申し上げた通りです。私はきっと孫娘が公園で遊んでいるだろうと思っていましたが、いざ行ってみたら誰もいなくて、ちょっと待って。お前誰？孫娘。ですから当然うちの娘が連れて行ったんだろうと思ったのです、うんうん。すぐにうちの娘が戻ってきて慌てた顔をするのを見てまさかと思いました。でも刑事さん、あまり心配なさらないで。うちの娘から聞いてるかもしれませんが、孫娘はよく一人歩きする子なんです。うちの娘がああやって大騒ぎしていても、まあ夜になると必ず帰ってくる子でして。ですからお帰りくださっても大丈夫です。私からうちの娘によく言い聞かせておきますので。あの子ったら余計な電話をしてしまって。ちょっと待てよ。と？あったあったあった、それを。もうちょっとスクロールさせてくれよ。公園に関する陳述をした人たち、思い出してください。誰だったと思います？陳述をした人たちですか？おい、じゃあ滑舌頑張って。どれも同じ人との会話でしたよ。怖いって！どういう？そんなはずないやん。違うんですか？おばあちゃん、人生がジグゾーパズルのようなものだと思ったことありませんか？
ないですね。おい、ジグソーパズルチャンピオンになっちゃった。え、なんで適当だろう。どういうこと？なんでジグソーパズルチャンピオンになっちゃったの？それはハテナだわ。あ、え、あ、それもぐちゃぐちゃなのか。違ってる。なるほどね。あ、バラバラ。あ、だってこうおかしいもんね。確かに、確かに、そうじゃん、そうじゃん。おかしいもんね。聖火の母だと思ってるわけだね、全部ね。うん。うん。名前出てないのも気になるよな、めっちゃ。娘の真実って言ってる時点で聖火のおばあちゃんなんじゃないのこれは。そうだね、だからめぐみが聖火の母なんだよってことは。え、でもだとしたらさ、めぐみさんって言い方しなくない？え、だから、え、だからあれじゃない、旦那の母じゃないの。あー、そっか、おばあちゃんも2人いるのか、うん、あ、そうそうそう、だから姑なんじゃない。だからこっちは姑か。そうそうそう、選択肢がね。いや、でもだからいない、まあ、パーツがないから無理か。これがだから違うってこと。そう、可能性として考えられるのはでも父親な気がすんな、これ。まあそうだね、家族に関して、うん、父親だったらそうだね。まあ全然私が一人で来たけど車椅子で近づきにくい。この人はめぐみさん、車椅子で近づきにくい時はいけないってやつでしょ。うん、でこのお父さん、いやでもな、え、これ同じ人物かの、これだから、あれ、なんかもしかするとここもずれてる可能性はあるのかな。いや、え、でもそれを考えるとここはお父さんだとするのが妥当なのか。全部公園が全部つながってるだけか、ハッシュタグ公園が。多分ハッシュタグ公園がつながってるだけな感じはする。まだ54分の8だね、7分の1ぐらい。息が長い。多分父親じゃない、これ。置くんだったら父親だ気がするけど、まあ、母じゃないなら父しかねえよな、もう、うん、英語教師なわけねえもんな。あ、順序の変更、まあこれさすがに前だよね。でも旦那めぐみさん、妻のことめぐみさんとか言うか、それもわかんない。でも確かにこの、あ、ここラインがあるんだ。あ、そうそう、お母さんライン、お父さんライン、英語教師ラインなんだね。まあ、だからそれでそのさらにその供述の順番を、順番を、うん、これはもっと終盤でしょ。これ相当最後だよね。たとえあなたの記憶が混ざり合ってちぐはぐでも、それぞれの瞬間、それぞれのかけらのデコボコは噛み合ってつながります。凹凸か。凹凸じゃない、この場合はね。パズルのピースのつなぎをよく見ればどこにつながるの、つながるものなのかわかるかもしれませんよ。ああ、これね、これが大事だね。誰がどんな順番で言った言葉なのかですね、はい、これをつなぎ合わせていくんだ。その後は、その後、そうすると何が変わるんですか。そうやってパズルを完成させたらチャンピオンに鍵がもらえるかもしれません。チャンピオンから鍵がもらえるかもしれない。完成したパズルを手にしているのは誰なのか、それを示す鏡となる鍵です。おお、うわー、急にできること増えた。おおおお、アットめぐみさん、アットめぐみさんなってる。これ増える、これ人が増えるかもね。うん、ああ、牧野めぐみ、牧野お手伝いさんってやつか。うん、でもここがさ隠れてるからまだそうだね、分からないってどれからやるかな。でも個人的にアポロもあるよ、人で。ああ、アポロ、これは人なのか。文房具屋さんだね、これは。翔太ね、翔太の、これはだから翔太になるよね。さすがに翔太だろ。これで翔太にこれを住み分けられるようになりましたと。ここから本番だね、もう。ここから本番だね。まあ、とりあえずじゃあ幼稚園か、まあ、左上から順序、一応なんか、確実なところからさ、やっていくのがいい気がするから、絶対に。うん、全部変えれるんだ、これも、人。うん。まあ、一回幼稚園とかから行く。うん、その気になってたもんね、幼稚園。じゃあ、これから行きましょうか。当番で。せいかちゃんの幼稚園生活について話してもらえませんか。話せることは別の方に電話で全部説明いたしました。まだ捜索、これも捜索か分かんないのか。うん、分かんない。昼間にこんなことが起きるなんて、それも団地の敷地内で。せいかちゃんのお母さんとお兄ちゃんも一緒にいたと聞きましたが、何も見てないと言ってましたか。これめぐみじゃね。これめぐみだな、俺もそう思う。あ、普段の様子はこんな話が子供を探すときに役立つか分かりませんし、何でも話してみてほしいとおっしゃったから言うんですけど、せいかちゃんはいつも明るくて朗らかな子です。去年エデンで初めて会う人も、エデンで会う日も、私を含めた教員たちに全く人見知りをしなかったので驚きました。最初はまだ愛想のいい子くらいに思ってましたけど、ママがいないと言ってお兄ちゃんがお迎えに来る日が多かったです。その時もお母さんを探したりすることは一切なくて、
幼稚園がエデンの可能性もちょっとある、うん、それが何か問題でもあるかと言われたら、そうです、問題じゃありませんよ。でも一回も聖火ちゃんが泣いたり怒ったり顔をしかめたりするのを見たことがないと言ったら、わかりやすいです。それで私がもっと気にしてあげなきゃ、私が頑張らないとって思い続けてきます。その明るさがお日様のような笑顔が危うく見えて、どんな感じかわかりますか。これでもめぐみ、とりあえずエデンだし、お日様組教師はあ。え、でも多分ここじゃない、うん、こうなるよね多分、まあ、お迎えに、ね、めぐみでは、うん、あ、なんだ、鍵が、あ、鍵がたまった。これ正しい、終わったのかなこれ。じゃあエデンの幼稚園、エデンの幼稚園、あ、そういうことか、わかんないけどね。これが2012年の2月4日確定した、ね、14時25分の出来事、1個で確定だね。もう1個で終わりってことね。いや、めぐみの正体がわかんなすぎるな。次行きましょうかね。あれ、なんかもう1個ですよな、これか。ああ、そうだ。ああ、まずこれの電話、なんで今開けなかった。どれかとリンクしてんだよね、これが今。上の父親のとこじゃない。いや、違う、これ光ってるのが幼稚園とリンクじゃない。ああ、幼稚園か。泣くだ、これ泣くでリンクしてるんだ。違ったけど、なんか開きそう。なんかいけてる。あ、そういうとこ。ハッシュタグを全部開けないと、クリックしないとつなが開けられないのかな、これ。これ幼稚園と泣くだから。うん、ああ。なるほどね。幼稚園の先生が話したことをどう思いますか。本当に感謝しないといけませんね。画像もヒントなのかな、これ。あんなに聖火ちゃんに気を配ってくださるとは。聖火ちゃんはママに同情してるみたいです。同情。ママがこの世で一番かわいそうだよ。お父さんにいないとき、私と二人きりになったらよくこう言うんですけど、その意味が少しわかる気がします。聖火ちゃんはママがこの世で一番かわいそうな人で、そうじゃないといけないと思う。なのに、聖火ちゃんが泣いたら、周りの人たちがかわいそうだねって慰めてくれるから。そしたら自分の方がかわいそうな人になってしまう。この世で一番かわいそうな人はママじゃなきゃいけないのに。そう思っているようです。まだあんなに幼い子が。早く大人になった子供は感情もコントロールするようになってしまいます。それが悲しいです。お。あ、でも英語教師の名前が分かんないとここ開けれないんだね。なるほどね。先生が話したことをどう思いますかでしょ。うん。でも二人きりになる可能性があるのは先生ともう一人はめぐみさんぐらいしかないのか。ママがいなくて、ママを多少他人呼びしてるから。そうだね。ママじゃなくて。一旦めぐみに置いてみるか。でもこれわかんないんだよね、まだから。うん、これも一旦借り置きだよね。なんかある。なんか、エデン、ちょっと待って。エデンまだ終わりじゃねえじゃん。なんで鍵もらえたのこれ。これはなんか、あれじゃないの、一個一個の位置が確定したんじゃない。これが最初なんじゃないだから。ああ。エデン幼稚園のタイムラインの一番最初なんじゃない。まあ、ぽいね。確かに。確かにね。ちょっとさ、一回でも今の整理したくて、そのめぐみの話を、うん。幼稚園の先生が話したことをどう思いますかっていうのは、この私が気を配らないとって話、私がもっと頑張らないとの話ってことだよね、多分。まあ、そうなのかな。どうなんだろうね。で、お母さんの目には涙袋がある。違う、これはめぐみか。お母さんかもわかんないですね。めぐみ涙袋あるよ。あ、本当だ。これじゃあ、そう、そうなんだよね。だからめぐみっぽいんだよね。一旦行くか。あ、泣く離婚気づかない。何もないからだから。一旦じゃあ一人歩きっていいですか。2個あるし、はい、人歩き、おお、一人歩きは2つありますよと。病院だった、まあ、これでどっち開けますか、ハッシュタグクリックしてどれ開けますかって聞かれるんだね。うん、公園の近くに聖火ちゃんがよく行く場所はありますか。一人で行けそうな見慣れた場所か。あ、車に出てきた。お父さんか。娘が一人で迷子になったと思ってるんですか。ただの失踪だと。あらゆる可能性を想定しているって、それはあんたたちのご都合主義じゃないですか。犯罪か、ただの失踪か、どっちに焦点を合わせるかで、限られた人的資源を投入するべきところも時期も変わってきますよね。今娘が何をされてるかもわからないんだ。なのに、一人でどこに行ったかって、こんなのんきな質問を。クソ、すみません。これなんかさ、誰こいつ。いや、多分お父さんなんだけど。ってことはさ、これお父さんなのであれば、これさ、これ違うよね。まあ、これは英語教師だね。だから、
でも、いやいや、でもこれおかしいな。画像が必ずしも対応してるとは。まあ、確かになんか 変ではあるよね。でもどっちも娘って呼んでるんで、だから、これあれじゃないの。2つの事件が混ざってる可能性ない。うん、だから、娘って呼んでて、これ、聖火しかいなくなってないと思ってるけど、聖火じゃない人間が関わってきてる可能性ない。このうちの娘から聞いてるかもしれませんがっていうのもあるやん。なんかもう娘が多すぎるんよ、今。これはさ、上の人の話、これ一番最初のやつだけど、娘がいいんですみたいな、探さないでくださいとか、で、聖火の母親が絶対見つけ出せないところでみたいな表現してるのと、なんかさ、うん、全然言葉の使い方が違くない、うん、でもこれ画像正しいんだら、これ明らかに鉄郎で、かつ鉄郎は車椅子ってことだよね、うん。これが鉄郎ってことだよね。そうね。まあ、これが鉄郎ならね。うん。このアイコンは、アイコンを信じるのか分かんないけど、さすがに。アイコン違ったらちょっと。ああ、これね。これがね。ああ、そうそうそう。さすがにそれは鉄郎。ってことは、この写真が、英語教師じゃんっていう。英語教師じゃん。その写真から判断していいのかっていうのをちょっとね、分からないんですけど。まあ、一回置いとこうか、じゃあ。一回英語教師。一回置いとこう。画像を信じる理論。画像を信じる理論で。うん。だからこれ探さないでくださいって言ってたのは、この、その後に死んだんですが来たらありえるよね。うん。聖火のお父さんではなくて、この国との娘のお父さんみたいな。ああ、なるほど。で、あとなんかさ、車椅子の話しなかったっけ？なんか車椅子の公園みたいな。公園に。このお母さんの。下かな？それかな？違うか。違う。めぐみさんがってやつでしょ？そう。あれどこ行った？あれどこ行った？これか！これだ！これだ！めぐみさん。なんかこれはお父さんだよね。だから車椅子で違う。そうだね。これは確定でそうだね。まあ、文房具店とか飴とかも探る価値はありそうだけど、あ、これか。これは開くのか。病院がないじゃん。うん、病院がないから開かない。ああ、でも一人歩きで一応ワンチャン開けれる気がする。一人歩きで開けれます。開けれるんだ、別に。どれか一個あればいいのか。どれか一個あればいいのか。一人歩きでもう一回また一人歩き開いたからまた。てか一人歩きが2個あるから、一歩歩きで2個開けれるのと。ハッシュタグ1個につき1個開けれるって感じだ。そういうことか。気がついたら別のところに行ったことはあると思います。あると思いますか、刑事さん。ひょっとしたら娘がいなくなったのは私のせいかもしれません。娘を産んだとき、産んだとき手術してから私も体調が悪くて病院のお世話になりまして、寝たきりの日が多くて娘のそばで看病してあげられませんでしたし、それでもその経験があるから病院の天井ばかり見て育った娘をよりよく理解できると考えていましたが、娘の気持ちは違うかもしれないと思いまして、娘は私を恨んでると思いますか？だからもうママと呼んでくれないんでしょうか？それでいつも探すのがこんなに大変なのかなって、町中の公園を全部巡ってやっと見つかるんですか？さすがにお母さんな。公園の記憶はもうない。まあさすがにお母さんか。まあ時系列はちょっとおかしそうだけど。そうだね。これがまず通報したタイミングでしょ？そうだね。こいつ多分違うんだよね。これが多分違う人間なんだよね。これが、おばあちゃんかなっていう。これね、まあおばあちゃんもしくは、全然、関係ない。全然違う人かもしれない。いや、なんかその、おじいちゃんの可能性も捨てきれないよなと思ってて今。まあ、孫いるからね。呼びに行っとく？これ。病院もあるけど。まあ、とりあえず片っ端から。いや、まあ、行くか。じゃんじゃん行こう。呼びに行った？あった？聖火ちゃんは今どこにいますか？行けんの？登録されてるよ。ああ。錠を外す。ああ。鍵を手に入れてさらに錠を外す。なるほどね。なるほど。これはロックされてないから開けるとか、うん。これだから結構、前段階の話で行けんじゃない、ね、うん。そうだよね。こんにちは、聖火ちゃんのお母様ですよね。中央警察署の佐々木葵と申します。佐々木葵と申します。聖火ちゃんと少しお話しさせていただいてもよろしいでしょうか。あ、これ呼び鈴の話か、うん、最初の時か。お、ガチャ。あら、宅配かなと思って急いで開けたんですけどびっくりしました。もしまたいらっしゃることがあったら呼び鈴よりもドアをノックしていただけませんか？子供が寝てまして、そろそろ食事なんでご飯を炊いてたら、あの子テレビの前で居眠りしてて今寝かせてあげたところです。なんか虐待の香りするなこれ。そう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 。お入りください。布団に隠れてあの子はよく見えないかな。まだも入れるんだ。昨日私が連れ回したせいで疲れちゃったみたいで、起きたばかりなのに。また子供ってすぐ大きくなるじゃないですか。この子も急に背が伸びちゃって、会う服が全然なくて、あれこれ買い物するのに忙しかったんですよ。
入学前に用意するものがペラペラと喋るな。入学前に用意するものがありすぎますよね。制服も注文しに行かなきゃいけないのに、いつになったら起きて食事して出かけられるのかしら。すいません、聖火ちゃんと会うのはちょっと時間がかかりそうなんですが。ところで何のご用でしょうか。でもまずさ、警察署が来てるっていうのがもうやばいじゃん、まあ、やばいやばいね。聞かれてないことペラペラ喋るし、まあ、時系列的には呼び鈴よりは先だよね。先だね。なんでこの人自分の娘聖火ちゃんって呼ぶんだろうね。なんかすごい気持ち悪い、うん、娘って呼んだり聖火ちゃんって呼んだりするのすごい気持ち悪いんだよね。確かにね、ブレてるね。ブレてる。ほらあの子、あこれもわかんないよ、ね、これもだから、まあ、聖火のこと。いや全然恵みの世界線あると思う、うん、俺背が伸びちゃってにハッシュタグあるの。背が伸びちゃって開いとく、開いてるか。どうせもいけとかないの今ね。おい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 、なんだ、原島康生さん出てきた。誰これ。だから英語教師の可能性か。あーそっか、確かにこれ名前出てた。そうだね、そうだね、ぽいね。背が高いが一つしかないから、これどっち開けるか難しいよ。どうするこれ。翔太開いとく。翔太、あの話して、もう話した後だこれもいや翔太開こう。お、はい、行った。話してくれてありがとう翔太くん。翔太くん小学校5年生でしょ。背伸びるね。お、背が高いからモテるんじゃない。お母さんにいたのかな。話しません。似てるの僕、本当に似てるの。うわ嫌がってる。翔太翔太、よし。つながった。つながるとなんだ。はあ、なるほど。ん、あこの次の日だったんだ。これで黄色い鍵がゲットできたら、あの、どれか、これ、これが開くんじゃないの。これ、ああ、はいはい。多分色ごとの鍵があるんだね。じゃあ終わり、じゃあもう翔太とエデンなんか終わった感。でも、翔太動かせないよ、もう。でもこれ、そうなんだね。ああ。これはでもエデンじゃないのかな、うん、ああそういうことか。だからそういうことね、確かに。じゃあエデンにはもう、うん、これはもう絶対エデンの下に出てるけど、エデンじゃないところに移動させる。翔太終わったかも、ほんとけ翔太、マジどうするどうする。でもさ、ちょっとさ気になるとこ最初の方からいくつかあるから、ちょっとそれを処理していきたいよね。あで背が伸びたでもう開けないんだよね、これ今学校で開けんのかな、うん、小学5年生ある、うん、小学5年生でコンボできるかなこれ。あー違った。おー、あーいけるいける。まあいけるね。先にこっちから見るか。先に出てたし、こっち。遠いです。遠。聖火ちゃんの家族についてよくご存知ですね。翔太くんの家族なら、まあ昔からよく見てきたんで知ってます。うん、誰だお前。別の家族出てきたぞ。別の家族出てきた。まあ昔からよく見てきたんでよく知ってます。別の家族変わってんだよ。3、4年ぐらい前かな。翔太くんの家族がこの町に引っ越してきて、初めて翔太くんを見たときは小学校の高学年だと思いました。同世代の子に比べて背が高くてあんまり喋らない子でしょ。その時低学年用の文房具を買おうとしてたんで、私が翔太くんのお母さんに他の品物をおすすめしたんですよ。そしたらよく間違われますと笑ってた覚えがありますね。もうあったかもしれませんが、翔太くん本当に落ち着いてますよ、うん、じゃない？まだ子供なのに。妹と2人で来る時もあの子欲しいものが多い年頃なのに自分のは選ばないで、いつも妹の後ろに立って妹が好きなものだけ選んであげたりするんですよ。優しいね。翔太誰文房具屋じゃない。一旦文房具屋にしてみる。うん、そう、まあぽいのは、まあそうだね。ってことはちょっとこの文房具とか飴とかこの辺を開いていくと、うんね、もしかすると飴、おお、開いたぞ。文房具店飴傷。傷怖すぎだろ。真実なさ。嘘。飴嘘時間。アリバイか。アリバイが崩れるのか。なるほどね。せいかちゃん最後に見た何が今なら話せる？え？前は一緒に遊んでから帰るときは必ず文房具屋さんに行ってせいかの飴を買ってたんだ。これ翔太じゃない？あ、翔太っぽいな。増えるのか。でも最近は食べてなくて、もうおばさんが僕たちと一緒に行かないから、聖火にじっと待ってろと言って走って文房具屋さんに行った。おばさん、階段を上ったすぐ上、文房具屋さんと公園はフェンスを挟んですぐそこなんだ。本当にすぐだよ。ほんの少しの間だけで走って戻ってきたのにいなかった。聖火、これはあの時聖火って大声で呼んだけど、いなくなった瞬間の聖火じゃなくておばさんだけ来たの。おばさんが僕が泣くからおばさんが
何も言わないで。おばさんが一緒にいなかった。言わないで。ああ、まあでも、ね。お寺で見た猿みたい。これ一旦ショートだ。さすがにショートだな。あれ？ね、多分この間に入ってくんじゃないかな。じゃん上？話してくれてありがとうねじゃないの？違うの？今なら話せる？あ、でもじゃあ話せてなかった。最初は話せてなかったから結構後ろか。うん、てか待って。まず、じゃあ聞いてるだけでもいいよ。じゃあ。言ったよ。いたのかな？話してくれてありがとう。まあこれだから、時間が経って黙ってたってことだよね、うんうん。今なら話せる？言わないで怖すぎるな。まあでもまあ、正解だから自分が目離した隙に行っちゃったみたいなね。あるから、うん、黙っといてっていうのは。あ、でもあとは、ちょっと今ここ掘ってなんなんだけど、3時間ってやつあったじゃん。ああ、どれだっけ？多分時間っていうタグがあってさ、なんかそれやると、その順番の特定がしやすくなるんじゃないのってちょっと思ってて。3時間3時33分。え？ってかさ、これもさ、母。え、これ、めぐみじゃない？うん、母じゃないよな。これがめぐみだな。言わないでおばさん。言わないでおばさん。あれ、じゃあ母親はさ、何してんの？めぐみだけか。めぐみと子供たちしか行っちゃうのかな、公園には。まあ、いや、可能性は高い。ね、母親は何してんだろうね、確かにね。じゃあ、一旦3時間。はい、3時間。探りますね。時間。おー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 おおおいって。役所の職員が電話でお聞きした。それ学校でも開くな。いや、学校もないか、あんまり。すごい。結局全部開くんだから、もう片っ端から正確な時間覚えてるんでしょうか。これ行くか。これ3時33分、うん。これ行こう。うん。はい。どうして正確な時間覚えているんでしょうか。う、ね、私の携帯に通話記録が残ってます。子供たちと出かけるときは私一人で他の場所に行ったりしません。ところが電話が来まして、普段は午後に電話が来ることなんてほとんどないのに、いきなり電話が鳴って慌ててしまったかもしれません。通話するなら静かなところでと思って、ちょっとマンションの廊下に入っただけなのに通話時間はたった5分でした。しかも聖火ちゃんから目をそらしたのは5分にもなりません。通話が終わる直前に振り向いたらもうあの子の姿はどこにもありませんでした。うん、それがそのいなかった時の話か。うん、そうね。まあでもこれはもう完全に、まあ、これはこの上下だよね。あ、つながった。同じ日付のつながってるところはつながるって感じなのかな。そういう感じっぽいね。うん、だから別に揃ったとか出揃ったとかは関係ないっぽい。うん、エデンの供述はこれで終わりってことだよね。そうな。だから何か開けたいところを開けていくのもありかもしれない、ね。うん、あ、めっちゃ気になるこれ。今答えを探して。え？何何？もう開かれてるって。え？手がかりを含む記憶のかけら。何何何何？疑う理由3個。おお。来た、探索モード入った。やばい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 。大丈夫か大丈夫か。一周した人がいたってことをもう思い出しましたね。なのにあなたがまだ聖火ちゃんの母親を疑いの目で見てるのは、やっぱり記憶が歪曲されてるんでしょうか。そうではありません。焦点を合わせて思い出すのが難しいだけで、内容は聞いた時のままです。うん。聖火ちゃんの父親がはっきりと言いましたよね。聖火の母親が絶対に見つけ出せないところで、聖火が生きているようにしてくださいと。ほう、確かに言ったね。うん。じゃああの発言も絶対父親なんだ。うん。あの人が聖火ちゃんの行方不明を未解決事件にすることを望んだ、決定的な理由でした。さらに、他の陳述もいくつか。わかりました。まだチャンピオンの。じゃあ。まだチャンピオンだね。まず、聖火ちゃんの母親を疑う理由を探してみましょう。彼女に対する不信感が隠された記憶の扉を開けてくれるはずです。結局、聖火ちゃんのお母さんが行方不明の原因だったのは明らかな事実ですから。そう。どうする？まあ、一個選ぶんだ。あ、これ選択するんだ。ああ、そうだね。会話を。ああ、そういうことか。多いよ。あ、でもなんか病院のまだないかもしんないからね。ああ、まだああ、まだ俺らが疑ってないんだよね。そうなんだよ。でもさ、全部あるって言ってなかったっけ。あるからあるんだけど、そうだから頑張って、だから聖火の母親を疑うなら何を突きつけていくべきかとか。そうだね。絶対に見つけ出せないところでっていうのは気になるよね。うん、それはほらね、それは疑う理由の一つだよね、確実に。おお、正解ってこと。どうなんだろう。残念って言われるかもしれないし。あ、だからピンクは鍵じゃなくて創作モードなんだ、これ。そのなんかあの、そうね。
推理モードというか、まだその誰の発言かも確定してないから、確かにね、確かにとこあるから、まだ疑うとかいう段階では。でもさ、この寝たきりの日が多くて娘のそばで看病してあげられませんでしたとかね、それでもその経験があるから病院の天井ばかり見て育った娘をよりよく理解できると考えていましたが、だからセイカちゃんも病弱だったと。そうだね、違くない？ええ、これやっぱりさ、これおばあちゃんの発言だと思うんだけど、セイカの母親も誰かの娘ではあるやん。まあそうね、うん、消えてる可能性ない。ああ、まあ話出てきてないけどね。なんかこれ俺セイカの母親じゃないと思うんだよね。だってなんでかっていうと、めぐみの発言の中でママがこの世で一番かわいそうな人でって言うわけでしょ。ママって呼んでるじゃん、セイカは。だからママと呼んでくれないんでしょうかはなんか違う気がする。で考えられるのが、めぐみさんという呼び方、これがお手伝いじゃなくて自分の実の母親である可能性がちょっとあるんじゃないかっていう。セイカのお母さんのお母さんだから、ママって呼ばない理由はめぐみさんって呼んでるからっていう説はない。中のセリにあるめぐみさんが母親、おばあちゃん、セイカのおばあちゃん、顔写真みたいなのあるから、まあ、これだけど、ここだね。まあそれもね、どこに信用していいのかっていう、まあ、まだ分からん、まだ分からん、じゃあとりあえずセイカの母親を疑おう。そうだ、うん、一旦それしかできない。この元英語教師がガチの実の父親の可能性ない。確かに。一旦開けるとこ全部開けてから見ようか。ちょっとやってみていい？じゃあこの、このこれめぐみの可能性あるんじゃないかなって俺はちょっと思ってるんだけど。てかおばあちゃんの存在はまずほのめかされてるじゃん、現時点で。このうちの娘が申し上げた通りですみたいな。確かに。これをちょっとめぐみのとこに持ってってみようか。めぐみ多いよ。めぐみめっちゃ多い今。まだまだ、まだ開けれてない人がいるのかもしれないしね。まあそうだね。翔太くん懐いてますかの話気になるな、ちょっと。これを開けられるな。死んだんですから開けれるし。警察、警察署で開けれるのかな。おい。とりあえずこれが知りたい。翔太くん。誰に懐いてるか。誰に懐いて受け入れる。おそういうこと？やっぱり最高。やっぱ。おまあ、養子縁組の可能性もあるね。全然あるね。警察署から周辺の捜索に行ってご存知かもしれませんが、団地の下に水辺公園があるでしょ。穏やかに流れる、揺れる柳が寂しげなところです。去年に翔太とめぐみさんと一緒に公園を散歩しながら、息子がその木に似ていると思いました。枝を風に任せているように見えても中身は芯が強くて丈夫なやつだ。子供にとっては多分大人の私にとっても家族を亡くすということは一つの世界が崩壊するのに等しい経験だそうです。崩壊したものを再建するには確かに時間が必要でしたが、それでもうちの翔太は自分なりの方法でよく乗り越えてきたと私は信じた。あの子が出かけるときにいつも手に持っているものがありますよね。ご覧になりましたか？緑色の傘。これ誰のセリフなんだと思う？でも、受けるのってのは、だから要は、この息子がっていうのは翔太のことだよね。うん。多分。だから、まあ要は、せいかが死んだ。めぐみさんじゃない人物でしょ？死んだったら、まあ父じゃねっていう。うん。父か。でも同じようによく懐いてますか？確かに同じようにか。水辺公園でしょ。でこれ近づけない人がいるはずなんよ。車椅子の人間はここに近づけないはずだから。それが水辺公園だっけ。いやわかんない、それがわかんない。あ、私が一緒に行くときは車椅子で近づきにくい公園だ。この公園、この近づきにくい公園がどっちなのかっていうのも結構大事だと思う。確かにね、もう公園でもない、もう開けないね公園ね。警察の聞き方からすると、なんかこのさ、こいつも最高のした父親に見える。同じようによく一旦父親にしとくじゃん。まあ置いとこうか。仮置きで。そうだね。まあ、この人は翔太の父の父であることは確かっぽい。翔太とはつながってさ、聖火とつながってるかは分かんない。そうだね。うん。やべえ。無事これ。待って。翔太がさ、お母さんに似てるっけとか言ってなかった？本当にお母さんに似てますかって。ああ、言ってた。ってことは、翔太と母親のつながりがない可能性があるってことは、このよく慣れてますかは、聖火の母親
の可能性に翔太が懐いてるかっていうことでってことじゃない。うーん、めぐみさんってこの表、だってさ、この表現のめぐみさんってさ、うん、めぐみさんがまだ怪しいんだよ、まだずっとね、めぐみさんがマジ浮いてるな、存在として。確かにそのママに似てるって表現から、まあ、翔太とお母さんは繋がってない可能性も高いね。本当に似てるのってそう言ってるから、ね、どうなんだろうな、これ。うわ、なんかめっちゃミスリードっぽい、これこの文章。うん、ちょっと文房具店開いていい？うん、あったね、まだ。せいかちゃんを探しに公園に行った時、この男の子を見たことある？この男の子、あ、公園あるから、これ開けるから一旦下開く。あ、そうね、うん、よく来ると聞きました。せいかちゃん家族は誰も来ませんでしたか？せいかちゃんが一人で来たとか。今日は家、せいかちゃんも翔太くんも来てませんが、あの警察の方に見えますけど、どのようなご用件で？他の方も来て同じことを聞いてたので、もしかして翔太くんのお母さんと関係ありますか？ただでさえ最近はほとんど翔太くん一人で来るか、せいかちゃんと二人で来ることが多かった。翔太くんが幼い時はいつもお母さんが一緒に来てたんです。でも最近はあまり見かけませんでした。やっぱお母さん消えてね、これ。翔太のお母さん消えて、娘がってのは、翔太のお母さんが消えて結構前に消えたみたいな、そういう感じなのかな。そうだね。これ翔太は来てない、翔太も来てませんって言ってるもんね。今日は来てませんだね、うん、そうそう。今日ってさ、翔太行ったんじゃなかったっけ？確かに行ってる行ってる。じゃあこれは、これ母親が消えた時の話かっていう感じ。え、だから2つの話が混ざってる。2つの行方不明事件が混ざってるね。娘が消えたっていうのは、だから聖火と聖火のお母さんが消えたっていう2つの事件が混ざってると。なるほど。これ前じゃない？違うかな。確かにこれがだからお母さん失踪事件の話をするとかなり前、もっと前ってこと。前か。え、だとしたらさ、これでさ、陳述なさった内容に、あ、これは固定なんだ。お、ん？これさ、来てるはずだよねみたいな詰め方一応できはするよ。あ、できるね。できるけどね。これでしょ？文房具屋さんと公園をフェンスを挟んですぐそこなんだ。文房具屋さんに行った。一応こっちも開けとくか。うん、この男の子見ませんでしたか？うん、これ誰の子言ってんだろう。うん、せいかちゃんを探しに公園に行った時、この男の子見たことがありますか？翔太かな。ああ、翔太、普通に近所に文房具店がある公園ご存知ですか？数日前にその男の子が公園から出てまっすぐ文房具店に入ったのを見ました。これ嘘だと思う。あれじゃない、娘。そうだね。なんであの男の子と、は？は？兄弟じゃないの？やばい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 すごい情報開いちゃった。やっぱでも、聖火と翔太は繋がってないよね。え、でも、兄弟。え、でも、兄弟っていうのは、でも兄って書いてるよ。聖火の兄。これさ、え、これオカルト展開ないよね。オカルト展開はないと思う。ところで、あの日のことをなぜ聞くんですか？翔太くん。あの男の子が娘の失踪と関係あるとか。この娘はだから、聖火では絶対ないよね。ない。だって聖火の兄弟、お兄ちゃんの。誰だこの人、これ誰だから、めちゃくちゃ重大なこと言ってるぞこれめちゃくちゃ重大なこと言ってるでも質問はさ、せいかちゃんを探しに公園に行った時なんだよね。ああ、確かに。あ、そうだね。せいかちゃんを探しに公園に行った時、この男の子を見ましたか？ことがありますか？数日前にその男の子が公園から出てまっすぐ文房具店に入ったのを見ました。でも娘、これおばあちゃんなんだよね多分。いや、めぐみにいるとこどうなったっけ？おばあちゃんとしたら、でもせいかちゃんを探しに行った時に、あ、でもそっか、って言ってて、ってことは娘はせいかちゃんのことじゃない？さすがに。じゃあ母なんか。うん、え、じゃあ翔太のこと忘れてるやん。翔太は忘れちゃう、なんかそういう。なんかあれか。ちょっとこれやばい、ね。わかんないよ。これやばい。これちょっとまだわからん。ちょっとむずい。でまだところどころこういうのが。どっから詰めていく？前から詰めるべき？これでも結末から詰めていく。いや、前とわかんねえ。結末から詰めていった方がいい気がする。判断できるか、そういう。せいかちゃん行方不明事件の犯人が名乗り出ました。後ろからね。後ろから行くパターンね。後ろから行こう。じゃあ。実習があるね。実習行こう、実習。はい。
うわー、奥様から連絡が連絡があったようですね。開けてどっちも。どっち行く、どっち行く、決めていいよ。じゃあ警察はないの？てか警察があるならどっちも行けるけど。あーそうだ、あ、警察多分ある。あった、あった、あ、じゃあ、じゃあ、どっちもいいや。とりあえずどっちか開けるか、うん、じゃあ当初通り行こう。うん、じゃあこっちから行こう、ね、はい、うん、お父さんが出所に来たとのことです。ね、おばあちゃん来た。ばあちゃん。ばあちゃん。ばあちゃん来た。待ってた。やっぱりいた。やっぱりいたんだ。やっぱりばあちゃんはいたんだ。まあ、ケイさん、これはどういうことでしょうか。絶対に聖火の父の話を信じないでください。すぐに私は警察署に伺います。彼の話は全部嘘です。嘘きた。うわ。私です。私がやらせたんですよ。私のせいです。今行きます。すぐ行きますから。それまで彼の話を聞かないでください。全て私の責任ですから。母方の聖火の母の母ってことこれ。そう。だよね。多分。だからまあばあちゃんだね。で警察署があるから、これで隣のお母様からの連絡が開けられますね。お母様から連絡があったようですね。お聞きの通りです。警察署には一緒にいらっしゃいますか？彼はお祈りをしない人でした。誰父をいくら深く、お母さんはこれおばあちゃんじゃねえの？祈りだと言っていました。入院している子供のそばで、ただの一度も手を合わせることすらしなかった人。長屋か？うん。だから信じられません。我が子のために熱心に祈ったおかげでこうやって恩恵を受けたの。なんだ。彼は自分の力で何も変えられないという考えが嫌いで、ただ怒るだけでした。あの人、自首したんですって？うん。本当にあの人が連れて行ったなら、養育費のせいかもしれません。昨年の中頃からは何度か私に訴えていたんですよ。養育費を送るのが難しい。もう離婚してるの？やっぱ離婚してるね。それで私は言ったんです。今が子供にとってどんなに大事な時期か分かってるのか。しっかりしなさい。あなたの子供でしょ。それでもまたあの人は祈らずに自分で状況を変えようとしてるんです。これお母さんあーやばい、俺パンクしてきた今結構。一旦ばあちゃんにスポットさせてほしいから、ばあちゃんを探したいんだよ。いや、これの一番上のさ、お母さんじゃないのこれ。これ。ああ。ばあちゃん来た。松田のばあちゃん来た。ばあちゃん来た。一旦そいつは、ばあちゃん来た。よし。で、娘のうんぬんのやつも移動できるよね、これで。ああ、そっか。あれ、俺あれめぐみに移動させたんだっけ、確か。めぐみだったかな。ばあちゃん歌からめぐみにやってるから。これだ、孫娘。孫娘、はい、これ。はい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 。これがとりあえず、ばあちゃんに行くよ。オーケー。いや、ばあちゃん開くだけで結構動くぞ。整理ができるからね。整理ができる。マジで。で、時系列的には多分自首は最後だと思うんだよね。うん、で、自首したのお父さんってことは、でもさ、あれ、そうだね。どうすんの？だからお父さん2人いんだよ。いるってことなのか？お母様から連絡があったようですね。ってことは、まあ、聖火の母。これは、普通に母か。母ね、あ、つながった。んかえ勝手に。そこはつながんの？日付は？ああ、時間。2月5日。だ捜査中に、自首したから連絡したっていう。うん。てか、そもそもさ、これがさ、翔太かわかんなくない？まあ、そう。まだもう一人隠れた男の子がいる可能性も。翔太のあれあるじゃなかったっけ？翔太のアイコンある。そう、翔太のアイコン。似てるけど。似てるわ、似てるか。確か翔太じゃないか。いや、わかんないね。これ母が書くってどうね。そうだね。うん。ちょっとお母さんやばい感じか。うん。いや、やっぱ聖火は病状が良くなかったってことか。あ、これある。いつ別れたんでしょう、ね。ああ。ああ。それってめちゃくちゃ大事だ。それは切れないか。ああダメらしい。結構確信だからね、やっぱり。未解決事件とか言っとく。うわあ。わ、なんだ。使用した理由は何ですか。なんだ、紫。あ、紫の鍵か。紫の鍵が出てきた、新しく。うわ、まだですね。で、電話は？あ、おいあわ。出てたやつが繋がっただけなのに。順番に行く？なんかでもなんかちょっと気になるなかった気持ち、もうちょいなんか。2月3日の午後。あ、電話これ、めぐみ買ってきて電話じゃないこれ。育児ヘルパー。お？あ、これでめぐみの処分が見られるか。わかるか。2月3日の午後にどなたと通話しましたか？かかってきたやつ。消えたのが2月3日なんだよ。そう。
うちの事務所はまあ見ての通り事務所に常駐する人が少なくて、主に私が電話に対応してるんですけど。めぐみさんですか？3日の午後？監視してると思われて不満をよく言われるんで、ここでは勤務確認の電話はあまりしませんね。その上午後なら電話、余計に電話することがありませんし。あ、少々お待ちください。あ、まあ特別な要件で通話したわけじゃなかったんですけど、数日後にベストヘルパー表彰の授与式があるんですよ。出席してくれないかって。ここに登録したヘルパーだけで100人超えるのに来る人がいなくて、まあそれくらいかな。でも余計な電話をしたなとすぐに思いましたね。どうせうちの事務所の行事に来て手伝ってくれるようなタイプでもないのに。めぐみさんはあなたも会ってみたんならわかるでしょ。長く話もできないんですよ。いつも子供の世話で忙しいってすぐ切っちゃうから。あの人最近事務所に寄ったことあったかな。でもどうしてめぐみさんのことを、何かあったんですか。まあクレームさえなければ OK なんですけど、警察が来るのはちょっとでしょ。まあサボったりする人ではなさそうだけど。こいつはだからなんかめぐみの勤務先 の、まあ、上司みたいな人間か。ないか、ここの。あ、ないか。ないね、まだ、ただ出てきてない。ね、ヘルパー表彰式でちょっと。ああ。おお。ええー。上を外す必要が。邪魔なんだよ。邪魔だね、これね、これ、ね。どこにも置けないこれ何？あ、ええ？あ、なんかいけたな。その手がかり、上が開いたことによって。あ、そういうことか。はいはいはい、誰かわかんねえけど。うん、一応。置くことはできるよみたいな。ああ、で、めぐみね。コアラ会。所属。コアラ会。ってことは、これはコアラ会か。はいはいはい。エデン幼稚園、コアラ会。アポロン文房具。なるほどね。ガンガン行こう。ガンガン行こうか。家族関係掘るなら、なんか、家族がバラバラになるみたいな。なんか言わないでもあるけど。ああ、言わないで。いや、泣くがもう一個ないのか。嘘とかもあるけど。ちゃうか。ああ、すごいすごいすごい。ああ、そりゃね、もう嘘だもんね。まあ、そうだよね。そりゃそうだ。大事だよ、ね。翔太くんのせいじゃないよ。あと、死亡もまだ残ってるかな。開いてないのだと。なあ。死んじゃってるんですみたいなやつ。これ。はい。うんうん。電話かない。電話かないね。あれ、家族いなくなるみたいな、そんなことあったっけ。あ、なんか1個青が残ってる。うん、これ行こうか。これ行こうか。すぐ出発します。そのまま話して。電話を切らないでください。どうしたんですか。なんか出荷してない。母から電話が来ました。聖火のおばあちゃんです。今団地の前のスーパーにいるけど、マンションの警備室から連絡が来た。いつだこれ、いつの話だ。私の家で火災報知器が鳴ってるらしいって。だこの時点で母親だよね、聖火の母の証言だよね、うん、まあ、そうだね。母が言うには警備員が火災かと思って確認に来たけれど、ドアを開けられなくて困っている、ちょっと私の家まで行って開けてきてと。私は聖火ちゃんの面倒を見なきゃいけないから自分で行って開けてと言ったのに、母は頑固で公園は目の前だからすぐに着くと言ってました。母が聖火の面倒を見る代わりに、私が母のマンションに行って確認してから戻ってくればよいと。だからなんだって感じだ。その方が早い。私が自分のマンションに戻ってくるときには母が聖火を連れて到着しているはずだと。だから火事の現場と聖火がいて、今は母親が聖火と一緒にいて、おばあちゃんが別の場所にいるけど、そう、スワップしろってことでしょ。見て来てくれってこと、ね。うん、母の家に行ってみたら本当に警備員さんが立ってました。ドアを開けて入ったら、一体何を火にかけたのか、鍋が焦げて煙が立ち込めてて、警備員さんが急いでガスコンロを消してから換気をしました。私はその間も娘を連れてこなくてよかったな、火が大きくなる前に消火できて助かったと考えながら、すぐまたエレベーターに乗って外へ。何分もかかりませんでした。なのに戻ってきたら母が約束通り来てて、母に聖火ちゃんはどこと聞いたら、あなたが連れて行ったんじゃなかったのと。は、うん、刑事さん、いつ到着しますか。ああ、じゃあこれめっ、ん、あ、これあれ、母の電話のつながってあれか、最初に通報したとき、うん、これすぐ出発しましたから、つながるんじゃないですか、うん、とりあえず、うん、あ、じゃあお母さんも一緒にいたってこと、うん、ここか、うん、そうだね。あ、2月5日めぐみに電話かかってきたのって3日じゃなかったっけ。で、翔太が言うにはめぐみと一緒にいたけど、この話でしょ。そう。でもこれはまだ分かんないよ、時系列。何があったのかの話は分かんない。ってことは、娘がいなかったの2月5日じゃない。だって翔太の証言は、違う、めぐみの証言は、あれ、3時33分って何だった。
電話が来てみたいな、めぐみの証言、めぐみの証言、電話が来て目離したらいなくなったってやつ。ほら、よかったの、2月3日だよ、ほら。あれ？おかしいおかしい。2回いなくなったってこと？一人歩きがあるからじゃない？ああ、これは別にまだいなくなったわけじゃないのか？そういうこと？待って、その下なんで固定されてんだ、2月5日。これ確定？うん、どうだ。いや、これ時間出てるってことはさ。てかこれは時間出てるから、時系列的にもここにくっつけられる。2月5日の、これが上か。これは合体しないんだ。12時半。待って待って。12時半、12時39分。これで今合体したか？うん。あ、してないわ。いや、その間になんか、これが入るんじゃない？うん。その間に、そうね。入りそう。開けれるか？開けれるか？開けれる、開けれる。電話で。え、だから3日の事件は、ただちょっと、本当に一緒になかったけどか。のかな？いや、ずっと2日間いなくなってる可能性はありえるけどね。もう何度も電話しましたけど出ないんです。毎年娘の誕生日に、あっと離婚してるから、あ、離婚してるね、時に会うぐらいなんで電話に出ないのは特別なことじゃありませんが、今そんな場合じゃないのに、娘が、聖火ちゃんが見当たらないんですよ。実はこの前警察署からあなたが来た日にちょうどあの人にメールを送りました。うん、うん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 、娘は私と一緒にいるのも好きだそうですが、パパに会いたいと言いまして、今までずっとそんなこと言わなかったあの子が、それで連絡を入れました。聖火ちゃんがパパに会いたいと言うから顔を見せるだけでもと。なのにあの人なんて薄情なんでしょう。これが多分間に入るはずなんだよ、うん、ああ、そうね。これで、あ、鍵ができたよ。お、本当だ。じゃあどれを開けるか。なんか題名ないやつある、まあ、本当だ。これはまだ分かってない。うん、え？開ける？いやでも怖すぎる。それ開けてもダメなんだよね、多分。タグがないから。いや、タグは文房具もあるか。文房具はなんか余ってた気がする、どっか。鍵どこに使うか。鍵どれだ？ちょっとまだ。3箇所だね。ちょっとまだちょっとね。翔太くんのせいじゃない場もあるよ。うん、うわ。でもこれで翔太掘れれば楽になるんかな。いい。でもこっちはこっちで多分文房具屋の話が開くよね。そうだね。お母さん疑う理由まず開けたいよな。お母さんもうちょい。いや、まあ、でも逆にこれはもう今詰めればいけるってやつでしょ。そうだ、まあ、それは開かれてるから。そうだね。うん、あ、これ選択肢。一回ピンクトライする。これの選択肢増えたんだよ。やべえぞ。まあ、一個はさっきのに。ああ、さ、もう一言うか。これ開けてる。一応合ってる、合ってるっぽい。はい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 。なんか幼稚園のところのやつはなかったっけ、お母さん関連の。ああ。選択肢増える前にやればよかったな。入ってるな。一番かわいそう。そうだね、それはそう。いや、でも。ママがいないと言って、お母ちゃん、お兄ちゃんが。ああ。めぐみさんのところは、特にないか。周りの人が、これで一番かわいそうなのも、まあ、ここも、まあそうだね。ママ関連はここ結構あるから。うん、それ違う？ママがこの世で一番かわいそう。同情してる。なんかまだ聖火の主観なんだよねこれ。多分これ聖火の父宮城哲郎ってのが翔太の父なんじゃないのこれ。確かに再婚相手だよね、多分。再婚相手で元幼教師が実の父。うん、ここが離婚してる可能性ね。あと1個どうする、かわいそう言ってみる。違うって、違う。合ってんだ、逆にこの2つ合ってたってことだ。そういうことだよね、うん。これか、あ、見かけませんでしたか。で開けるぞ、これ開けれるぞ。開けよう、開けようか、開けよう。